北米プロアイスホッケー NHL で初のアジア系選手としてプレーしたラリー・クォン氏が1.5日にカルガリーで死去したと、ニューヨークタイムズ紙、電子版が19日に報じた。94歳だった。中国系カナダ人のクォン氏は、1947から48年シーズンにレンジャーズでプレーした。